グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。明治に安田生命 J1 リーグ第16節の、サンフレッチェ、島対浦和レッズ戦が26日に行われ、2、2のドロー、終わった。浦和レッズの FW キャスパーユンカはこの試合で1得点を挙げ、J1 デビューから4試合、続くのゴールとなった。 今シーズンの J リーグはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し、世中、ユンカーは前半15分、タギ・ヤスナリの左サイド、ラの折り返しにゴール前で合わせて、浦和の、正点を記録。試合は、広島が、ハイネルの CK 直接弾。追いついた後、後半には、コオロギ・シンゾーの PK で浦和、勝ち越したが、最後は後半アディショナルタ、無に、 川辺俊のゴールで、広島が再び同点とし、ユンカーは、ルヴァンカップの柏レソル戦、浦和デビューを飾って一得点を挙げた後、J1 で優先となった、ベガルタ仙台戦でも一得点。さ、ニガンバ大阪戦で二得点、ビッセル神戸戦で一点を挙げ、広島戦のゴールを合わせてリーグでは4試合連続の、計5得点となった。 J1 でデビューから4試合以上の連続ゴールを決めた選手は3に4人いるが、いずれもリーグ初期の1990年代。1996年、ベルディ川崎のブラジル人、FW マグロンが通る、して、以来、実に25年ぶりの記録となった。歴代1位、記録は1995年に清水エスパルスで、FW マルコが記録、6試合連続。 マグロンの他には1994年にジェフ氏の FW 上昇治がプロデビューからの4戦連続号を記録したほか J リーグ初年度の1993年には横浜リューゲルスの FW 前田治が開幕戦から4試合連ゴールを挙げた浦和では18歳の GK 鈴木彩縁もで、U から3試合連続無失点という J リーグ対6を前説達成していた。だが、広島戦で初の出を喫し、1995年の川口農活、横浜マリノスを上回る記録の樹立はならなかった。両。<music>